株式会社、アクス、英文社名は、東京都千代田区に本社を置く、芸能プロダクションである。社名は、AKB48 の主要創設者である、秋元康秋元、久保田康久保田、芝幸太郎、芝の頭文字を由来とする。芸能プロダクションの経営ほか、音楽、映像ソフトの企画、制作、製造、販売、 音楽出版、映画の企画、制作、アイドルグッズの販売なども手掛けている。日本国内の AKB48 グループのうち、AKB48HKT48、NGT48 NG の3グループの運営管理、会社である。AKB48 メンバーは、当初、劇場所属というスタンスを取っており、マネジメント業務は株式会社オフィス48に委託していた。 しかし、今後見込まれる、さらなる人数の増加や、それに伴う、メンバー個々のマネジメントへの負担、劇場公演楽曲のリリース希望の声などの問題を解消すべく、新たに、AKB48 の運営管理を一括で行える会社が必要不可欠となり設立された。AKB48HKT48、NGT48 のオーディションに合格した際、 最初に所属するマネジメント会社、所属事務所である。その後、大手芸能プロダクション等へ、所属事務所を移籍するケースがある。コンセプトは、平凡な少女が夢を追いながら、AKB48 として活動し、事務所が決まり、スターになっていくというプロセスを歩むという芸能界の、最も夢のある部分を見せるとのこと。s k 4 8メンバーらの株式会社。 ピタゴラスプロモーションからアクスへの転籍、2011年11月1日付については、AKB48 と運営管理会社を同じくすることによって、知名度と認知度のさらなる飛躍を目指すことが目的で、あると発表された。2018年11月には、株式会社キーホルダーが、SKE48 事業の承継に向けた。 基本合意書をアクスと締結することを発表し、同年12月27日に事業譲渡契約締結を行い、株式会社キーホルダーが設立した、子会社の株式会社 SKE が2019年3月1日に事業を承継し再びアクスを離れた。ただし、アクスは SKE の株式20%保有。同年7月1日に株式会社 ZEST に社名変更。 著作権表示は、ピタゴラスプロモーション時代は SKE 時代はと、なっている。NMB48 の運営については、一時期、アクスが行っていたが、2019年6月1日付で、元の運営会社である巨楽吉本、ホールディングス株式会社に戻った。NMB48 の管理業務は、株式会社、小タイトル、吉本工業の子会社。本社は、 東京に置かれているが、事務局は大阪に置かれているが行っている。その経緯からメンバーの潜在写真が映る場合、アクス所属グループは著作権表示がであるのに対し、NMB48 は運営会社の名称ではなくグループ名のとなっている。STU48 に関してもアクスではなく、新設された株式会社ストが運営管理しており、著作権表示はとなっている。 AKB48 オフィシャルカフェショップスはフィールズ株式会社と共同で運営している。2006年2007年2008年2009年2010年2011年。2012年2015年2016年2017年2018年2019年。グループ自体はアクスに所属。グループ間兼任メンバーについては本席グループのメンバーとして扱う。 グループとしては、オフ・ザ・レコード・エンターテインメント、韓国に所属。現役メンバーは、記事最終更新日時点での所属グループ、元メンバーは、最終所属グループで整理した。劇場所属、オフィス48にマネジメント業務を委託していた時代、から正式に、芸能事務所してのアクス所属へと移行する際に、他の芸能事務所へ移籍した者は除く。 2012年3月31日に SDN48 全メンバーが卒業したことに伴いアクスに所属していたメンバーは全員退所した。その他の遺跡。印を付したメンバーはかつてピタゴラスプロモーションに所属していた。アクスはレコードレーベルとしても機能しており、AKB48 がメジャーデビュー前にシングルを2作発売したか、 原則として NMB48SU48 を除く日本国内各グループのコンサートなどの造作品、DVD ブルーレイや劇場公演のアルバムなどを発売している。日本レコード協会の正会員ではないため、インディーズレーベル扱いとなっているが、2012年まで株式会社、ソニーミュージックディストリビューション、現株式会社、ソニーミュージックマーケティング、同年から、 エイベックスエンタテインメント株式会社、旧エイベックスマーケティング株式会社、エイベックスミュージック、クリエイティブ株式会社に売り委託している。錦色通りレコーズは、松村香織がソロデビューシングル、松村部、をリリースしたレーベル。松村のソロデビュー時に、謎のインディーズレーベルとして称された社内レーベルである。和継続中、他。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。